はい、それでは第8章やっていきます。第8章は、豪炎寺を探すべく沖縄に向かい、大海原中を拠点にさらなる猛特訓、そして、雷門にリベンジを申し込んできたイプシロン海との試合がメインのお話です。ついに豪炎寺が帰ってくる章ということで、それはもう激アツなストーリーが展開されます。したがって、クリアまでの時間が試合数の割にかなり長くなっているのですが、難易度自体は高くないので、サクサク進めていきたいところです。第8章、燃え上がる爆炎、豪炎寺修也大復活ということで、今回も頑張っていきましょう。さっき言った、第8章の難易度が低いというのには明確な理由がありまして、それは、終盤とは思えないほどの試合の難易度の低さです。大海原戦は、敵自体が強くないことに加えてプレイするのが後半だけでいいこと。イプシロン海戦も、シンプルに簡単な上に雷門側に有利すぎる強制イベントがあったりと、負ける要素が薄い上に、こちらに有利な条件を提示してくれるという謎の親切設計です。詳しくは各試合の時に解説しますが、とにかく運営側の配慮が目立ちます。なので、ストーリーが長いということだけが8章の嫌なところで、それ以外は楽と、難易度は星1つ半が妥当でしょう。京都編以上、北海道編以下くらいです。ということで、沖縄に到着。全国各地を巡る旅も沖縄が最後ということで、少し寂しくもありますね。アニメでは一切登場することのなかった謎のマガマガしいゆずさん。沖縄編は、アニメとゲームで内容が結構違うんですよね。というより、沖縄編から最終決戦までの間がほぼ別物って感じ。主にカオスのせい。今意味ありげに出てきた女の子も、アニメではほぼ出番がありませんでした。ゲーム版だと、この後重要人物になります。正義の鉄拳の練習ねー。必要かなー。魔人極める方が近道かもよ。マリオ？平成初期のチャラ男だ。いや、海にボールに挑発でチャラ男。リーダーか？ガチ陽キャすぎて眩しいっす。つなみ、作中屈指の陽キャで成人で天才で、私の大義語みたいな男。つなみのシュートかっこよすぎだろ。っていうか、初対面のやつに気に食わんからって全力シュートする小暮やべえよ。もしかして、これのためのキャラチェンジ？攻撃的な性能になるのってそういうこと？シュートは天性の才能でできるけど、他はちゃんと初心者なのいい塩梅。なお、イプシロン海戦の時には他雷門メンツと同格になる模様。そりゃニューイングミも闇落ちするわ。トウコと津波、いい関係になると思ったけどパーフェクトタワー以降何も絡みないの悲しい。あんの？と思わせておいて使い捨てするパターン多くない？でも卒業試合でパーフェクトタワー使った時の特別感は好き。ということで、大海原中に到着、台風でお釈迦になりそうな学校です。ちょっと豪華なキナギタウンとか、いくら沖縄の海でも気が気じゃないわ。すぐサッカー部に入る行動力、コミュ力、やる気、半端ねえっす、マジリスペクトっす。絶対陰キャオタクに優しいタイプのクラスカースト最上位陽キャだよ。マジで作中でも屈指のスペックの高さ。福岡編からのテンションの高低差えぐい。そりゃ人見子監督も呆れるわ。キーパー人間じゃねえだろ。お、汚プンチク男。アニメ版では声優があの山寺宏一さんで、機動さんをプンチク脳にした男。この世界は全てリズムの調和で成り立っているらしいです。さすがに当時ですら疑問だったけど、機動さんが賛同してたから私もしてました。ということで、大海原戦がイベントですがすでに始まっています。冒頭でも言った通り、前半はイベントだけで消化されます。にしても、イベントだけで終わるなんて韓国戦もびっくりのプレイヤー介入の少なさですよ。この短期間で TP64 属性一気ロングシュートを完璧に仕上げてくるガチ有能。あの沿道から超ロングシュートでゴールを奪うキック力もエグすぎる。あまりにも天才。しかし、ゲーム版だとサッカーについて悩む描写が最初の砂浜特訓だけなので、より天才感は際立ってますね。運動神経が抜群なら、どんな種目だろうとある程度は最初からできる室伏理論だな。まさか室伏の系譜が沖縄にいたとは。そしてこっちもエースのシュート。
なおロングシュートでもなければ威力も負けてる模様。でもコスパいいし不謹慎って騒がれないしかっこいいからエターナルブリザードの勝ち。ここの古株さんってゴーエンジに気づいてるんすかね。もし気づいてないなら、独り言えぐいただのおっさんですけど。あ、名前がついてる。最初に制作した技が津波ブーストで、その10年後にスパークルウェーブ。だいぶ規模が小さくなってるな。2個目の必殺技では台風まで進化したのにね。そしてなぜかアニメではリストラされた、壁山と遠藤の連携ブロック技。林属性上から2番目の攻撃力、ロックウォールダムの習得イベントです。遠藤と壁山の連携技って時点で熱いから、アニメでもマジでやって欲しかった。ダークエンペラーズ戦で使ってたらマジで激アツだったのに。ロックウォールダムの内に壁山なんて、ザ・ウォール貼るだけの文字通り壁だよ。まあそれでも有能なんですが。で、これでようやくプレイ可能な後半に入ります。投げは、倍速なかったらここまでで3分半ですよ。普通に前半戦やるのと大差ないレベル。では、後半戦の作戦ですが、速攻吹雪で1点取ってあとはガン逃げです。敵キーパーが化け物みたいな見た目してる火属性の手裏ってやつなんですけど、彼のチャブ台返しという技で、稀にエターナルブリザードを止められた記憶があるので、一応ダイレクトもしくは近めでシュートを打つことを推奨します。そして、大海原中の選手たちは、割とまんべんなくブロックドリブル技を覚えているので、今みたいに下手な中盤戦を仕掛けると、かえってタイムロスしちゃいますね。っていうか、これ音村に無双されてシュートまで持ってかれる流れじゃん。まあ、遠藤を破るほどのシューターはいないはずなので、大丈夫だとは思いますが。音村はシュート技を持っていないですが、念には念を入れて魔人さんにお願いします。ループシュートのゆっくり来る感じマジでポロッと入りそうで怖い。ナイスセーブ遠藤さん。分蓄関係なく、音村の実力だけでシュートまで持っていかれてしまいましたが、ボールは確保できたのでよし、ここから一気にゴールを奪っちゃいましょう。まずった。吹雪追いついてくれ頼む。え？これがライモンサッカーだ。え？いや、え？今何が起きた？めっちゃリプレイ見たいけど RTA だし、長期になるんですけど、ボール追いかけてた吹雪とリカがクロスして、シュートしようとしたらそのまま入った。何言ってるかわからないと思うが、私にもわからない。シュートにならなかった理由もキーパーが反応しなかった理由も何もわからん。本当に何回動画見返してもわかりません。っていうか、もしこの得点方法が再現可能な技術なのだとしたら、全員内で RTA を過去にする大革新、イノベーションもいいとこですよ。まあ、今まで一回も起きなかったあたり、人力での再現はかなり厳しそうですが。とにかく、素晴らしい時短で得点できたので、興奮冷めやらぬままガン逃げいきます。大海原戦が、人格統合前吹雪最後の活躍シーンになるはずが、まさかの奇跡によって得点表示割りかと、変な退場の仕方になってしまいました。しかも、覚醒イベント後吹雪には実は強制得点イベントが用意されていないので、ここで RTA 的には真の意味でお役御免、あとはゴーエンジゲーになります。悲しみ。あと、フィールドプレイヤーの立ち向かいは、アニメでもライモンの穴だと言われていたように、ゲーム版でもしっかり弱いので、そこだけは注意して立ち回りましょう。そろそろ。OK。前回、ジェネシス戦で無駄にロスしてるので、ここで時短できたのは相当美味しかったです。地味にここでドモンがボルケイのカットを習得するので、ライモンのディフェンス力がさらにアップ。壁山のロックウォールダムにドモンのボルケイのカット、いずれも属性不一致ではありますが、地上最強イレブンらしい守備になりました。しかも本来ならここにフレームダンスも加わってるはずなので、超カチカチ守備。アニメだとロックウォールダムの代わりにパーフェクトタワーとメガトンヘッド。守備に関してはどう考えてもシリーズ最強と言わざるを得ないですね。ということで、ここからはイプシロン回が襲来するまでストーリーを見るだけです。前回同様、いやそれ以上にクソ長い解説皆無虚無パートなので、倍速でサクサク進めていきます。基本的には究極奥義習得のための特訓、津波との仲を深める、ゴーエンジ創作、の3つで構成されたストーリーです。ただ、ゴーエンジ創作パートがアニメとゲームで別物になっている感じですね。アニメ勢にはキャンって誰やねんってなる。あと、ついでに究極奥義習得の経緯とかタイミングも結構違ったりします。
当時、ゲームの発売がちょうど沖縄編が放送されてる時だったので、そこまでの展開を知りつつも、アニメとの差で二度美味しいみたいな感じ。パ全盛期レベル5よ。何やってんすか、ゴーエンジさん。これ、遠藤が俺はキーパーとしてとか、いろんな可能性がとか、らしくもなくずっと思い悩んでたから、我慢できなくなったんすかね。にしても、我慢できないからって急にファイアートルネード療法はどうなんすか。まあ、結果効き目はあったみたいですけど、さすがは医者の息子だ。でもかくまってもらってるという立場を忘れないで。秋に話しかけて特訓終了。寝顔かわいいな。こんなことを言うのは、吹雪にとってもかわいそうなんですが、正直、人格統合前の四郎が一番好きなんですよねー。もう完全に壊れちゃってるよ。でも、人格の制御に悩みながら洗面台で顔洗ってるシーン好きなんだ。すまない。で、お次はゴーエンジの手がかりを探すべく、もう一度大海原中に向かいます。ここから市街地と大海原中を一生行き来するゲームになるんですよねー。試合まではまだまだかかるので、一人キャラ紹介をしておきます。今回解説するのは壁山、言わずと知れたライモンの最強ディフェンダーです。3の時もめちゃくちゃ強かったですが、2ではそれをさらに上回る最強ディフェンダーです。コスパ最強のザ・ウォールはもちろんのこと、攻撃力のロックボールダムも最高。さらに、2の壁山は3より TP が多く、ブロック技の TP が小さめ設定なのも、追い風となっていますね。マジで火の打ちどころがない。それはもう間違いなく、ライモンサッカー部新入生ガチャ SSR ですよ。他のキャラのレアリティがしょぼすぎる感は否めないけど。このペンダント、装備したところでステータスに変化ないのなんなんすかね。ゴーエンジがつけた時だけ効果を発揮するとかなら熱いのに。さて、ここは砂浜にいる津波に話しかけることで話が進みます。ここの津波マジでかっこいい。ガキの面倒見までいいの、モテ男の条件を満たしすぎている。で、怪しいフード男が東大で女を誘拐してる疑惑が浮上すると。まあ、要はケンがゴーエンジをかくまっているというわけですね。早速、東大まで向かいましょう。制服ケンかわいい。アニメでは土方を登場させるための仕方のない犠牲になってしまったのですが、ほんとモブになってしまうにはもったいないくらいかわいいです。いつもはおとなしく自信なさげな性格、しかし時に頑固で怒ると怖いというギャップ。容姿に関しても、変な貝の帽子かぶってるのを良しとすれば王道ロリ可愛いですから、最高ですね。なお、アニメ版では吹雪が苦手なぐいぐい育系の女の子になっている模様。それはそれでいいけど。そして、もう一度大海原中に向かうイベントです。ちなみに、この移動には何の意味もありません。東大の中に入るために、津波が鍵をもらいに大海原に向かったのですが、それをなぜかライモンが追いかけて、着いた頃にはもう津波はいないという。ほんと、無駄足もいいとこですよ。待っておけばいいだけなのに。マジでなんで誰も気づかないんだよ。他はともかく機動さん何やってんの。おそらく、2の RPG パートにおける一番のイライラポイントだと思います。今回はエンカウントが1回で済んだので、相当楽させてもらいましたが、沼るとマジでイライラします。津波との押し合い負けないのくさ。ケン、めっちゃパワー系じゃん。で、ここでケンがゴーエンジに助けられたことを明かし、かくまう必要があることも打ち明けると、なかなかに重い事情があるわけですね。しかし、こんな東大の小部屋でしばらく生活していたなんて、ひとみこ監督はマジで何やってんだよ。どっか一室くらい用意してやれよかわいそうに。アニメでは土方に救われてよかったね。っていうかゲーム版ひとみこ、奈良で離脱させて男子中学生一人の話にした説。マジでやりかねん。そして、ついにイプシロン海が襲来しました。大渦が発生している大海原に向かいます。うぜぇ。まあ、これでも円化少ない方なので文句は言えませんが。しかし、大海原戦終了からここまで、イベントだけで11分かかってますからね。4時間走った身にはきちい。ごっぱ。でも言うほど海荒れてないな。来た来た。もはやライモンと勝負したすぎてリベンジしに来てしまったデザーム様。もう遠藤と同じ類のサッカーバカなんよ。でも、エイリア席の過剰摂取のせいで目が真っ赤っかになり、ライモンとサッカーするためなら周りの学校を破壊するとかいう重度のサッカージャンキー。いや、ライモンの限界こじらせ厄介オタクのような頭のおかしい人になってしまった。ということで、イプシロン海戦開始です。まずは津波を仲間に加え、
さらに吹雪の横のフォワードに配置します。この試合ではフォワードとして機能しませんが、自称で使うので先駆けて配置する感じです。そして、このイプシロン回戦はなかなか異質な試合内容となっていて、前半はひたすらガン逃げで時間稼ぎ、そして後半に1点取りに行くという、2の中では珍しい試合内容です。ファドラキモコは、買いになってから怖さに磨きがかかっとる。で、この試合の肝となるのが、前半10分で挿入される吹雪退場イベントです。吹雪が使えなくなることでチームの火力が下がるのはもちろんのこと。吹雪がシュートを止められメンタルブレイクからのゴールキックで試合再開なので、強制的に敵ボールになるのも厳しいです。さすがに、エイリア席決めまくった連中からボールを奪うのは一筋縄ではいきません。なんとかパスカットするか、ドリブル技持ってない奴から奪うか、ですね。ということで、まずは前半10分まで堅実に時間稼ぎをします。この試合から、パス回しをミスった瞬間に失点につながるチームが多くなってくるので、今まで以上に集中していきたいところです。今回のイプシロン回戦の場合だと、デザームマキュアメトロンが遠藤メタ選手で、遠藤ではどうあがいてもシュートを止めることができず、もし何かしらの形でその3人にボールが渡ろうものなら、その時点で失点確実です。今もひたすらボールを追いかける、一見可愛いデザーム様ですが、バーニング正義の鉄拳でも間違いなく止められない化け物フォワードです。そもそも、キーパーの時は火属性なのに、フォワードになった瞬間に風属性になる殺意の高さ、意地でも持ち技を属性一致で使おうという固い意志を感じる。遠藤も見習え。そして10分になったため、吹雪退場イベントスタート。このシーン見てて辛いわ。ゼルツェイ？大阪の時はガニメでプロトンボットで完全にかませ役だったのに。ちなみに、アニメだとデザームが直々に心折りに来るんですよね。ドリルスマッシャーワームホール片手キャッチで、段階を踏んで吹雪を崩壊させる畜生。そして吹雪をベンチに下げます。樹海までお休みなさい。で、急にゴールキックから始まるので全集中で。ナイスに。今理科で奪った顎長男ケイソンとデブのタイタンはドリブル技を持っていないので、パスカットができないのであれば、積極的にこの、何やってんの、せっかくうまく取れたのにもったいねえ。まあミッドフィールダーにボールを渡らせないようにして、さっきと同じ要領でやれば奪えるはず。津波頑張れ男見せろ。カス。ここはスオームへのパスコースを塞いで、確実にボールを取りに行く。オッケー。こいつアニメの方でちょっとおもろいシーンあります。この俺をかわしただと？は？リカさー、どうせこの先も役に立たないんだから一ノ瀬と一緒に大阪帰るか？いやむしろそれがいいわ。この後すぐ強援時も合流するし用なしだ。っていうかあの巨体相手にファール取るってやっぱ大阪黒ナイス信じてたよ。パス出せる奴がいねえ。今、2の味方コンピューターの悪いところ出てましたね。悪い意味でフォーメーションに忠実というか、攻めたり守ったりの判断がゴミすぎる。かと思えば、稀にミッドフィールダーのくせにゴール手前にいることもあるからマジで読めない。同じハードなのに、あそこまで試合時コンピューターの頭が良くなったスリーはすげえよ。で、やっと落ち着けましたね。10分以降沼るとこうなる、悪い見本でした。あとは25分まで時間稼ぎを。オッケー。かっこいい。マキュアとキスすんな壁山。言うて3人で止まっちゃう。これにて前半が強制終了となり、ついに奴が帰ってきます。ここからの展開がマジで熱いっす。ゲーム版のイプシロン回戦は、ひたすら最初の帝国戦オマージュというか、帝国戦を想起させる似た展開が多く、前作から見てる人大歓喜な感じです。さらに帝国戦の時と違って、遠藤と強援時の間に絆が深まってるのもあり、マジで名シーンです。しかも、アニメでこのイプシロン回戦を1時間スペシャルで放送した次の日に、ゲームが発売されるという、2次元と3次元がリンクしたガチの神展開。稲入れの最大瞬間風速はここと言っても差し支えないでしょう。
ムービー見たすぎる。ついに豪炎寺が帰ってきました。第2章で離脱して第8章終盤で合流。いつもお前は遅いんだよ。さて、まずは豪炎寺を仲間に加え、もちろんフォワードで運用します。加入レベルも31とかなり高め、最高。で、後半の戦い方ですが、まずはじめに遠藤が正義の鉄拳を習得するイベントが挿入されるので、それを見終えた後、ゴールキックから一気に豪炎寺にボールを渡して、爆熱ストームで確定の1点を取りに行きます。ちなみに、試合終了まで豪炎寺はコマンド全勝ちの無敵状態なので、点を取った後のボールダッシュも豪炎寺に任せておけば OK という、急に猿でもできるヌルゲーに変貌します。大阪の時といい、イプシロンは後半に弱いジンクスでもあるのか？ということで、遠藤さん早めに覚醒していただけると助かります。完全にデスゾーンの時と同じ展開だ。属性フィッチパンチング。これ以降止められるシュートほぼないです。ありがとうございました。正義の鉄拳弱すぎだろ。さあ、豪炎寺にボールを渡せば得点確実か近くです。邪魔くせー。豪炎寺さん強すぎっす。無双だ無双。さあ、豪炎寺の最強シュートを見せてやろう。爆熱ストームは何と言われようと魔人さんが激しいゲーム盤こそ思考。技使わんのかい。やったぜ。これで必要分の点は確保できましたね。ひとみこは何もしとらん。さあ、無敵豪炎寺でさっさとボールも奪っちゃいます。こちら無敵、そちらは？はいー、豪炎寺無双気持ちよすぎだろ。やっぱライモンのエースストライカーを背負える男は、豪炎寺さんだけっすわ。で、この空気の中ガン逃げします。デザーム、サッカーやろうぜ。では、せっかくなので合流を果たした豪炎寺の解説を。復活の爆炎、ライモンのエースこと豪炎寺は RTA でもやはり最強です。ていうか、無印さん作品すべての RTA で点取り役なの普通にやべえよ。起動なんて初代以外雑魚なのに。と、ドレッドゴーグルは置いといて、豪炎寺の強みはやはり圧倒的な火力です。TP62 で属性一致の爆熱ストームに本人の高いキック力が合わさることで、これから先の圧倒的なレベル差を覆すことができます。豪炎寺最強。ついでに、2ではドリブル技であるヒートタックルを覚えているので、中盤での突破力もそれなりにあると、火の打ちどころがないですね。2の時点でシュート技しか覚えない丸岡さんには見習ってほしいものです。と、ここで試合終了。正直、イプシロン回戦は大得意だったので前半の下りは少しショックですが、後半はほぼ理想ムーブで終えられたので、まあ9大点としておきましょう。さて、ここからはウィニングランです。イベントを見るだけで次回予告に入ります。潔い最後だ。アニメと違って自分から去ってるおかげで、未来もありそうで救いのある結末ですね。レイゼとは大違いだ。豪炎寺の話を要約すると、離脱後は一人で特訓の旅に出ていた。途中で SP フクサーズの協力を得て、沖縄でかくまわれていたと。うん。ゲーム版のひとみこ、マジで奈良で追い出しただけやん。そりゃ響さんに監督には選手を守る義務があるって怒られるわ。軽くあしらわれとる。ほんま、豪炎寺だか豪炎寺だか幼稚園児だか知らんけど。やっぱかっけーわ。そして津波も正式に仲間になり、これで地上最強イレブンが完成しました。豪炎寺が帰ってきたその時が、稲妻キャラバンに地上最強がとかなんとかね。染岡さんの場所、ないです。ということで、そろそろ。ついにエイリア学園の本拠地へ。みんなの心を一つにして、さあ勝負だ。次回最終決戦、ジェネシスの脅威。これがライモンサッカーだ。謎メガネ。ではご視聴ありがとうございました。第9章に続きます。